アール・ワイルドはアメリカ合衆国のピアニスト、作曲家。19世紀のビルト・オーゾの伝統を引き継いだことを自負しており、正当的なレパートリーよりはもっぱらトランスクリプションや編曲を好んで演奏している。ジャズやガーシュウィンの演奏でも有名。ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。神道としてエゴン・ペトリ他に支持した。10代で作曲を始め。 ロマン派音楽のトランスクリプションも手掛ける。1942年にトスカニーニに招かれ、ガーシュウィンのラプソディー・イン・ブルーによってオーケストラと初共演を行い、大々的な成功を収め、名声を確かなものにした。第二次世界大戦中は海軍に主観し、退役後は新設された ABC に、局内ピアニスト、指揮者、 作曲家として1968年まで活動した。アメリカ合衆国ピアノ界の最長老にもかかわらず、年齢を感じさせない正確なメカニックにより、演奏活動や録音の傍ら、世界各地でマスタークラスを主催しており、とりわけ、北京、ソウル、東京での活動が知られていた。2004年9月に倒れたが、手術を受け、自宅療養を続けた後、 2005年11月29日にカーネギーホールで生誕90周年祝賀コンサートを開催した。自作の大作ではラフマニノフのパガニーニ教師曲と似た構成のホスターの草競馬による変奏曲リッキー・マーティン風のトッカータと題された修学賞を持つピアノ・ソナタ2000年がある。88歳で制作した CD はグラミー賞に輝いた。 2010年1月23日、心不全のために成去。94歳没。初演メンバーによる録音が出ている。R. ワイルド、ピアニスト、D.S. アート94ニューヨークタイムズ2010年1月23日、閲覧。ありがとうございます。